こんにちは、心理カウンセラーの高村です。ついつい悲観的になってしまうことってありますよね。悲観的になると物事が悪い方に行くっていうふうに思ってしまうので、怖くなったり絶望したり、いろんな思いが出てきます。そうすると大抵の場合やる気がなくなって何にもできなくなるというようなところになってしまうことが多いです。でも実際は後からその物事を振り返ってみると、そこまでひどいことになるということはそうそうないんですよね。だから実際以上にマイナスに見ている、先行きをマイナスというふうに予測する、これが悲観的なことがほとんどです。できれば悲観的になっている時になるべく早くこのことに気づけるといいですよね。でもいきなり楽天的になるわけにはいきませんから、まずはその時の気分というものをしっかりと認めてあげるといいですよね。その絶望感とか不安というものをしっかりと味わっていく。ただ言葉として、ああもうどうせダメだどうせダメだというようなことを言ってしまうと、ますますそれを強化してしまうというところがありますから、大切なのはその考えというよりはその気分というところにフォーカスを当てて、そこをしっかりと味わう、向き合うというところから始めていただくと、この悲観的な状態から抜け出すという糸口になるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。